友の清春から1908年6月14日は、明治時代前半期の文部官僚、裁判官、旧都佐藩士。通称は、県太夫。海星学校、東京外国語学校、宮城外国語学校の校長を歴任した。天保14年、都佐国塩江村に生まれる。京都在勤の小目付けとなっていた、明治元年1月、大目付、 元山忠一郎らと共に、土佐藩に授けられた高松、松山に藩政党のための近畿を京都から国元へ、護送する命を受けた。しかし夜中に、神戸を通過しようとしたところ、神戸事件により、一帯を占拠していた外国兵に拘束され、近畿の所在が一時不明となる事態に遭遇。事態収集後、友は任務を本山に託し、兵庫出張中の外国事務係。 寺島宗則、岩下忠平を訪ねて、外国人追及を主張し、さらに、京都判定の失政、不可を叶え、後藤祥二郎にも訴え出たが聞き入れられず、職を辞して、高知に帰った。翌2月、堺事件謝罪のため上京する藩主、山内豊藩に随行し、3月頃には新政府の議事所に出資する土佐藩選出の講師に抜擢された。 早招隊幹部その後、土佐藩春招隊大軍艦として、母親戦争に従軍。うる4月15日に、新兵に招待を率いて、イギリス戦で大阪を出発し、第1次今市戦後の27日に早招隊、総督、板垣大輔らが退陣する今市に到着。以後、田倉城、三春城への進軍、日本末の戦い、合図戦争に加わり、 春小隊初隊を率いた。日本末城落城後には、土佐藩主、山内豊藩の姉が、米沢藩主、上杉成祈りに嫁いでいる関係から、春小隊大軍艦、谷守部、片岡賢吉、友の連名で、米沢藩に、観光所が送られ、これが、同藩の降伏につながった。合図藩降伏後、春小隊は、東京に凱旋し、友は、 片岡と共に外戦兵を率いて10月30日に高知に戻った。明治2年5月頃、新政府が設けた抗議所の抗議人となり、外国交際文化を担当。抗議所が衆議院に改組された後も議員を務めた。サンフランシスコにおける各藩視察員、明治3年12月、新政府が高知藩を含む13大藩に対し、 反省当局者の中から2名を選んで海外視察を行うよう命じると、高知藩は県大三次の片岡と県省三次の友を視察員に選定した。大半視察団は翌年5月およそ1年をかけて欧米各国をめぐりインド洋経由で帰国する予定で横浜を出発。一行は米国を経て英国に渡り同年9月にロンドンを後にしたが、 片岡はそのまま英国留学する道を選んだ。一方、友は廃藩知見の知らせを受けて8月末に帰国の都につき、12月に横浜に戻った。帰国後は、明治5年4月に文部省7等出資、翌年4月に文部省6等出資となり、明治7年9月に出資を免じられるまで同省に在職。明治五年6月から南幸福校長。 翌年5月から、改正学校学長、同12月から明治7年2月まで同校副長を務め、さらに明治6年11月から、東京外国語学校長、12月から、同校副長を兼務した。明治7年2月からは、第3第4代5大学久田だ学事務取扱いとなり、4月には新設の宮城外国語学校長に転じている。明治八年三月、 今度は、司法省七党出資となり、5月には七党判事に就任。大阪裁判所に勤務し、明治11年には大審院に移った。その後、明治14年6月に文部省書記官として文部省に戻り、翌年12月に文部県退書記官に進んだ後、明治18年12月に被職となった。文部省内では、明治14年6月から、 内気局長、同年11月から明治18年2月まで、書務局長を務め、書務局廃止後は、学務2局に勤務した。退官後は、実業会に入って失敗し、晩年は寺院に暮らしたという。明治41年4月、四段階での講演中に、脳一血で倒れ、一命を取り留め回復に向かったものの同年6月14日に死去した。去年 ありがとうございます。